ミュージシャン目指して、東南アジアに渡りまして、まあ、そこの小さいレコード会社とですね、契約することになりまして、そこで、まあ、デビューさせてやるという話になったんですけども、行ってみるとこれがもう、ひどい会社で、デビューさせてやる代わりに、宗教入らないかっていう、そういうノリのとこで、これはさすがにやめといた方がいいだろうということで、もう、ベケーションに切り替えまして、何ヶ月ももうベケーションでブラブラしてまして、そういうとこでのまあトロピカルな体験が今のタロピカルを作るそのなんていうんでしょう、原動力というか元になったアイディアになったみたいなところありますね。テクノ紙芝居っていうCG と実写をのアニメ化をミックスしたような作品を作ったんですけれども、初めてこれが応募したコンテストで、それで賞をもらいまして、それでまあ自分で、お、これはひょっとしてこの方面で才能があるのかなというふうに勘違いしまして、どんどんアニメの方を作るようになりました。2005年ですか、ココナッツ太郎っていう 3DCG、絵は 3DCG なんですけど、それをフラッシュの中で作るというスタイルで、アニメーションではないんだけど、まあ、ところどころアニメーションが入るという、そういう感じの作品を作りまして、それでまた賞をもらいまして、それが現在作っているタロピカーナの原型になってますね。これはですね、まあ、僕が影響を受けましたインド映画のエッセンスをなんとかアニメに盛り込んで、独自に吸収したものをこう生かしたいなという、そういうコンセプトで作られた作品でして、ロマンスあり、涙あり、笑いあり、ダンスあり、アクションありのてんこ盛りの内容になってます。ダンスですね、ダンス、インド映画に影響を受けた、なんてでしょう、芝居がかった構成というか、ストーリーの流れの中でこういきなりダンスが入ったりとか、まあ、ミュージカルではないんですけれども、オペレッタというか、うん、ちょっと一風変わったミュージカルアニメというか、そういう感じですね。まあ、ムトゥ踊るマハラジャはじめとした、まあ、インド映画とか、あとそうですね、ブルース・リーなんか大好きでしたね。あとはヴィンセント・ギャロのバファロー66、それからイスラエルの昔の映画でグローイングアップってありましたけども、あれ大好きでしたね。はい、アニメですと漫画日本昔話、あれがすごく好きで、結構タロピカーナのこのエッセンスとしても結構その昔の日本話的なものがこう根っこにあるような気がしますね、自分の。音楽も僕が作ってます。もともとはミュージシャン志望でずっと音楽をやってたんですけれども、まあこのアニメの方の BGM として自分のその培ってきた分野の音楽を活かせるかなという感じで、まあ、作ってます。笑いあり、涙あり、ロマンスあり、ダンスありのタロピカーナ、見なくても損はしないけど見てください。ではよろしくお願いします。